ここまでになるか。ああ、そうなる。頼むぜ。頑張って。プロンプト。グラディオ。イグニス。あとは頼んだ。常に胸を張って生きろ。どうか。ご無事で。陛下。行ってくる。常に胸を張って生きろはやばいな。マジで超感動する。レギスが最後ノクトにかけた言葉をノクトが最後みんなにかけるのか。帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとな、ルーナ。みんな親父、一緒に過ごせて幸せだった。ルシスの王よ、集え。
4人でキャンプなんて久しぶりだな。そうだな。あのさ、どうした？俺は全然出てこねえな。俺な、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い、やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。みんなどうもな。俺お前らのこと好きだわ。神ゲーすぎる、マジでやべえ。最後うわー超面白かった。あー超感動した。やばいね、かっこいいノクト。最後の一言に全てが詰まってるわ、マジで。いや面白かった、本当に面白かった。ヤフーフー、ヤフーがもともと好きなんですけど、15いいね。なんかこう仲間、いや友達だよね。そう、仲間っていうよりはもうなんか友達との絆みたいなさ、なんか今までの、まあ、直近で言うとリメイクやってみて、まあ、多分あれ全部じゃないけど、まあ、その出会った仲間たちと、まあ、一つの目的に向かってやっていくって感じだったけど、15は15でなんかこうと友だよね。仲間というよりは本当友としてやってくみたいな感じだったから、うわなんか今までさめっちゃ喧嘩したりさ、仲間一人ね負傷したりとかさ、まあ一人はもう国が生まれた国が違ったりとかさあったけど、もうそんなんひっくるめてもまあやっぱ全部友達っていう、いやいいね。いや本当にいいわ。もうなんかノクトも最初さ、そんななんかま、な友達だけどそんなに大事にしてなかったし、やっぱ軽いとこがあったけど、なんかこう物語を通じて友の大切さに気づく、まあ、それはやっぱりシドの言葉も大きかっただろうし、まあ、レギスの、まあ、最後旅立つ時にかけた言葉とかもそうだし、いやなんかそういうのが詰まり詰まって
この10年後のノクトに、まあ、全て収束された感あるよね。いやーマジで神ゲーだわ。やっぱスクエニいいね。てか FF いいわ、マジで超最高。なフレーナ、息子に指輪を届けてくれてありがとう。知っての通り頼りない息子だが、最高の息子だ。あ、そういうことか。うわーやべえ、マジかー、クソ感動する、やべえなー、マジでめっちゃいいじゃん。は、最高かよ、マジかー、超いい。ありがとう。